ウドムルト共和国は、ロシア連邦に属する共和国。首都はイジェフスク。ソイボルガ連邦管区に含まれる。北に、キーロフ州、東に、ペルミ州、南に、バシコルトスタン共和国、タタールスタン共和国と隣り合う。この地域は、サマラ時間の標準時を使用している。時差は、アトックプラス4時間である。従来は、サマラ時間が使われていたが、 2010年3月28日のサマータイム開始と同時に同時間帯は廃止され、モスクワ時間に統合された。また、2011年には従来の夏時間が通年で使用されることになり、時間帯はアトックプラス4時間に固定された。しかし、2014年10月26日にサマラ時間が復活し、時間帯はそのままアトックプラス4時間となっている。 ヨーロッパ・ロシアの東部に位置し、ウラル山脈の西側、鎌川とブヤとか川の間に広がる。穏やかな大陸性の気候。キーロフ州、ペルミ地方、バシコルトスタン共和国、タタールスタン共和国と隣り合う。住民の民族別の内訳は、ロシア人、ウドムルト人、タタール人、ベラルーシ人など。ウドムルト人は、フィンウゴル系の民族である。 公用語はウドムルト語とロシア語。主な宗教は正教とシャアマニズム。もともとウドムルト人が暮らしていた。この地域にロシア人開拓者が達したのは12世紀頃。1552年に火山半国がロシアに併合されて後、ロシア人入植者が増えていった。1920年、ボート自治州として形成され、1934年に、 ウドムルト自治ソビエト社会主義共和国と解消された。1990年、ソビエト連邦の解体に伴い、現在のウドムルト共和国に解消された。金属加工や木材加工、化学工業、ガラス工業が盛んでおり、原油と石炭を産する。また、重機設計家のミハイル・カラシニコフが設計した AK-47 や、その派生系を生産している。 イズマス主社があり、ウドムルト共和国の重要な産業の一つとなっている。人口が約60万人の首都イジェフスクの他に、ボットキンスク、サラプル、グラゾフなどがある。ありがとうございます。